テーブルクロスはテーブルなどに覆いかぶせかける布である。材質、デザインなど様々な趣向が凝らされることが多く、一概に述べることは難しいので、以下、伝統的な場合について述べる。普通の食卓用は白色のダマスクリネンで食事を準備するときにテーブルの上に広げかけられ、その上に食器が置き並べられる。幅は50インチから72インチほどで、 中央とボーダーの文様が調和するように作られている。また、食事の時に限らず常にテーブルに掛けられる装飾型のテーブルクロスもある。アフタヌーンティーの時は白朝のレースで、レースや刺繍など繊細優美なものが用いられる。掛け方としては、四方に垂らして全面を覆う方もあり、また、方形のテーブルにひし形に掛けて普通であれば、 覆い隠されて見ることのできない下のテーブルを見せる方もある。特にテーブル中央に敷かれるものはテーブルセンターとも呼ばれ、センターピースとも言う。正方形のものはテーブル中央にひし形に置かれ、長方形のものはテーブルの中央を横切るようにテーブルの両長辺から30センチメートルほど垂れるように敷く。大きな競演の場合はテーブルセンターの上に装飾を兼ねながら、 花あるいは、スイーツを置く。テーブルクロス引きとは、食器の元に敷かれているテーブルクロスを、食器を倒したりテーブルから落としたりせずに、両手で一気に引き抜く、完成を利用した、宴会芸、隠し芸である。なお、引きやすいよう、テーブルクロスの一辺に長い棒を仕込む場合もある。完成力と摩擦の関係を解説する際に例として、挙げられることがある。 人間ではなく自動車で弾く実験も行われている。ありがとうございます。